某玄霊、全県古日より、某玄霊上岸22年7月24日は、中国東大の政治家、歴史家。玄霊は、字で、意味縄京。青州林財源の人。本願は、東清川きゆか駅幕剣。途女都ごもと共に、大層の防身として、玄部門の変において、大層の権力奪取を助け、上岸の地の立役者の一人とされる。 聖死編纂にも関わり、北西書などを創刊した。父のふさひこは隋に仕えて、司か師れ死になった人で、随所に列伝があり、列記条件に石踏みが建てられている。海王十五年に家去に九大。当時李武次郎の職にあった、高校期に多くの人を見てきたが、彼ほど立派な人物は見たことがない。必ず大成するだろうと評価された。随末の混乱時に、 党に投じて、621年に、理世民の元の新王府十八学士の筆頭とされた。高素李縁が統一を果たして以後、優秀な人材の確保に努め、上岸の地のもう一人の立役者である森助梅を見出し、体操に推挙も行っている。建国間もない党の王朝で、皇太子、県政と政民の間で継承争いが起きると、暴言令と、 途中都合森はその暴略の際を、県政側に恐れられ、残言を受けて、新王府への立ち入りを禁じられた。聖民も県政に悟られないように策謀を進め、直前に二人に連絡を取り、原部門の変を成功させて、県政を殺して即位した。630年、某元令は、少書左僕や、監修国史とされ、北西書、領書、陳書、随書、 収書の編纂を創刊し、636年に完成させた。また貯水寮らと共に、新庄汚染した。晩年は病気がちになり、大使大腑とされ、648年に死去した。死後、大尉、平衆都督を追贈され、遺体も少量に倍増された。子に、防移次家、防移愛、防移、のりがいた。防移次家は、弁修志士,士となった。 某以外は、大層の娘の蚊や講師をめとり、慶應李元トカゲの擁立を図って失敗し、処刑された。某遺族は、慶應李元トカゲの娘をめとった。某元令は、都城坪森、議長らと共に、東大でも、最高の政治家の一人として名高い。上岸の地を記録したとされる、上岸西洋にも、大層の指紋に応える人間として、数多く登場する。 中でも体操が、創業と主文、どちらが難しいか、と問われた時の問答が有名である。某元令はこれに対して、天下乱れ軍有競い起こる。攻め破りで下し、戦い勝ちてすなわち孤屈。これによりて言えば、創創を、ガタしとなすと答え、議長は、主文が難しいと答えた逸話が有名である。ありがとうございます。